リボンは、集英社が発行する日本の漫画雑誌。仲良し、チャオと並ぶ、三大小中学生向け少女漫画雑誌の一つ。1955年8月3日、創刊、2015年8月に創刊60周年を迎えた。コミックスは、リボンマスコットコミックスのレーベル名で、毎月15日頃に発売されている。創刊50周年の際、 ベネトンジャパンと提携して、チビマルコちゃんやアニマル横丁などのキャラクター T シャツを作ったことがある。国際連合世界食糧計画とも提携しており、売り上げの一部は国際連盟世界食糧計画に寄付された。読者の対象年齢は小学校から高等学校までの少女とされていたが、現在は小学校から中学校程度。1955年8月3日、 少女ブックの妹雑誌及び、幼女向け総合月刊誌として創刊された。掲載内容は、グラビア、おしゃれや習い事についての読み物、少女漫画など、初代編集長は、長野期、定価は100円。1958年頃から、少女漫画の数が増え、少女漫画誌と呼べる内容になった。1970年代末期から1980年代半ばに、かけて、 漫画評論流行の影響もあり、本誌の特徴的な作風を乙女チックと呼ぶ一種のブームが起こった。当時の主要作家の一人、田淵由美子が、早稲田大学に在学したことから、壮大乙女チッククラブはじめ、東大他多数の高校、大学に、同種のサークルが、男子学生を中心に組織された。この時期の主要作家には、他に、仏栄子、立掛秀子などが挙げられる。 また、1970年代から付録の多様化が行われ、特に1975年以降は前日の乙女、チック作家による付録が、迷子を付属し、またその付録自体のファンシーグッズとしてのセンスの良さが、この時期の高年齢層の読者の支持を集めたとされる。1980年代後半から1990年代半ばに、 かけて部数が上昇し始め、1993年末には少女漫画誌では史上最高の部数となる255万部を発行した。しかし、その年から部数は徐々に減少し、2002年には発行部数で茶王に抜かれてしまう。2002年夏頃には80万部以上あった部数が4年後の2006年には約40万部に半減した。これにより、 仲良しにも抜かれてしまい、三大小中学生向け少女漫画雑誌の中では再開となった。しかし、2010年10月から2011年9月までの平均発行部数は20.9万部と、最盛期に比較して10分の1以下の数字にまで下がったが、今度は仲良しの発行部数が低下したため、三大小中学生向け少女漫画雑誌中の再開から出した。 2019年11月6日、第1回、野間出版文化賞を受賞。以下、2021年10月1日現在、連載中の作品。他紙に見られる、関東見開きカラー扉や、新連載第1話、カラー扉は、もちろんのこと、連載開始以来終了まで、カラー扉が続いた作品も、少なくない。基本的に、カラー扉を任されるのは、 ストーリー漫画のみであるが、人気のある4コマショート漫画が、例外的にカラー扉を任されることもある。また、すべてのストーリー連載作品の扉がカラー扉だったことがある。さらに2006年以降、ピンナップスタイルの見開きカラー扉も登場している。1960年代は、ドンキッコ、魔法使いサリー、秘密のアッコちゃんがアニメ化されていたが、 秘密のアッコちゃんが終了した1970年からはアニメとの関係はしばらく途絶えた。1980年代はハニーハニーの素敵な冒険とトキメキトゥナイトがアニメ化された。しかし前者はアニメ化の10年以上前に連載されていたという白物であり、後者は連載が始まって半年も経たないうちに放送されたが漫画そのものは通算10年続いたのに対して、 アニメの方は1年で終了している。1990年に、チビマルコちゃんが、日本アニメーション制作、富士テレビ系列放課放映で、テレビアニメ化され、国民的大ヒットとなった。なお、チビマルコちゃんのアニメは1992年9月に一度は、終了したが、1995年1月に、再開、2016年春の改編時点現在でも、 フジテレビ系列および山梨放送で放送中。チビマルコちゃんの一時休止時には入れ替わるかのように、姫ちゃんのリボンとママレードボーイがアニメ化された。また、姫ちゃんのリボン終了後はその枠で、赤ずきんちゃちゃ、ナースエンジェル、リリカ SOS、子供のおもちゃが放送されている。しかし、ママレードボーイの後継作のご近所物語はヒットしたとは言えない結果に終わり、 次番組は本誌作品ではなくなった。また、子供のおもちゃ、ケロケロチャイムーについても、5番組がリボンの作品でなくなった。子供のおもちゃと入れ替わる格好で、テレビ、東京系列で日曜朝に放送された、魔法のステージファンシーララのコミカライズを手掛けたが、こちらもヒットしたとは言えない結果に終わっている。その後、 1999年から2000年にかけて、神風怪盗ジャンルをブラウン館に送り込んだものの、原作の人気をテレビアニメに持ち込むことができずに失敗。その後の超ギャルズ、コトブキラニや、満月を探しても同じ浮き目にあった。2003年のウルトラマニアックと、翌2004年の愛知ってるゼベーベのように、CS のアニメ番組専門局での放送に活路を、 見出そうとしたこともあったが、この路線は2作限りで終了した。その後2005年10月から2006年9月にかけて、アニマル横丁がテレビ、東京系列にて、2009年10月から2010年12月にかけて、夢色パティシエールシリーズが、読売テレビを、ホスト局に日本テレビ系列他にて、それぞれ放送されたが、どちらも自番組は、リボン作品ではない。 2011年11月から2012年1月にかけてキッズステーションでハイスコアが放送された。1999年以降コミカライズが増え始めポポロクロイスピノンの大冒険リリとカエルと出ました。パワーパフガールズ Z を漫画化した。さらに2009年6月号から NHK 教育のコンピューター関連番組 天才テレビ君マックスビットワールド内で2009年4月から2010年3月まで放送されたミニアニメヒゲピオ、の4コマ漫画が連載されていた。さらに2010年2月号から同年10月号にかけてアニア、マル探偵キルミンズを漫画化した。本誌で連載された原作をもとにしたアニメ化作品は仲良しやチャオといった 他の小中学生向け少女漫画雑誌からのアニメ化作品と比べるとアニメと漫画が同時に終了せずにその後もそのまま漫画連載が続行される例が多い。メディアミックスとしては最初期の1960年にやりくりアパートのコミカライズが1964年にテナモンやサンドカサのコミカライズがそれぞれ連載された。それらはすべて藤木テルミの絵によるものであった。 その後1990年代に至るまではテレビドラマと関わることは全くなかった。1994年にお父さんは心配症がテレビドラマ化されたものの連載終了後のテレビドラマ化だった。さらに1997年には砂の城2005年にはデザイナーがテレビドラマ化されたが、これらもお父さんは心配症同様。 連載終了後テレビドラマ化されたものだった。2000年代後半には2006年に生物彗星 WOO とタイアップをしたり、2007年には〇〇ちびまるこちゃん、チョコミミと作品としては地上波で原作からの引用作品を2作品同時に放送する状況になった。ただし、この状態もわずか半年ほどで解消された。なお、リボンオリジナル作品であり、 なおかつ後に集英社の他市に移動した作品ではあるが、有刊クラブが1986年と2007年にテレビドラマ化されたことがある。さらに2001年に台湾でママレードボーイが立花小ン男いというタイトルでドラマ化されている。この作品は日本では長らく未公開であったが、2008年に DVD ソフト化され視聴可能になった。 テレビアニメ化作品の映画版を除けば、1984年に、月の夜星の朝が実写映画化された。その後1995年には、耳をすませばがスタジオジブリの制作により、アニメ映画化されている。2013年には、絶叫学級が、2021年には、ハニーレモンソーダが実写映画化された。なお、 ほとんどの作品は東方が配給を手掛けている。また、ショート漫画、熊ちゃんは1992年の同盟の実写映画のタイアップ企画である。また、ディズニーが手掛けたミュージカルドラマ、ハイスクールミュージカルの映画版が日本で封切られた際、その漫画版が本市2009年3月号に掲載され、その直後に単行本が発売されている。他に、 イベント上映用として短編アニメ映画化された作品も複数存在する。1990年代に猫、猫、幻想曲、ハンサムな彼女、天使なんかじゃない、赤ずきんちゃちゃ、子供のおもちゃの5作が OVA 化されている。子供のおもちゃについては OVA 版リリースの翌年にテレビアニメ化されている。ベイビー・ラブ・グッドモーニング・コール、時空違法人。 今日このように、イベント上映された後、市場通販による非売品 OVA 化された作品もある。その後、ギャグ漫画、メダカの学校が2001年に OVA 化された。リボンの版元の収益者は、少女向け小説レーベルのコバルト文庫を用しているが、1990年代半ばに、このコバルト文庫から、内緒のプリンセスや、この手を離さないや、 ベイビーラブがノベライズされたことがある。また、赤ずきんちゃちゃや、子供のおもちゃや、ケロケロチャイムもコバルト文庫で、ノベライズされたことがあるが、これらの内容は、漫画のノベライズではなく、テレビアニメのノベライズである。もっとも、挿絵は、原作者により描かれており、原作者のコメントが掲載されることもある。 さらに、集英社は2011年に、集英社未来文庫という児童文庫を立ち上げたが、本誌からは、絶叫学級や、クラッシュや、神風回答ジャンヌが小説化、シリーズ化されている。こちらの差し絵も原作者が手掛けている。2007年から2009年にかけて、サンリオのキャラクターハローキキとのタイアップ作品を連載していた。修営社は、インターネットラジオ局、 エースラジオを運営している。その中に、ラジオドラマコンテンツ、ボミックが存在する。そのボミックのプログラムの一つとして、2008年1月に、ロッキンヘブンが、ラジオドラマ化された。以後、数作品がボミックの手によって、ラジオドラマ化されている。さらに、種村雄在のラジオで借金という、種村雄在がパーソナリティを務めるコンテンツを、2008年5月30日から、 スタートさせている。リボンチャンネルを YouTube とニコニコ動画に解説している。ボミックやオハスタで放送されたショートアニメの再配信や漫画のメイキングムービー、YouTube では雑誌の予告の紹介動画や掲載される作品から序盤のボイスコミックを配信したり、ニコニコ動画では以前付録になったヘアアレンジ紹介冊子付録の内容を動画にしたほか、リボン、 初音ミカ放送局 .com 出張版として、ボーカロイド楽曲の紹介ブログを公開している。テレビアニメ化や、テレビドラマ化こそされていないが、応募者全員サービス用や、イメージアルバムのプログラムの一つとして、ドラマ CD 化された作品が、複数存在する。しかし、他種の連載作品のような市販されたものはない。なお、アニメ化による、 メディア展開に力を入れる前の1990年代前半期までは複数の作品がイメージアルバム化されており、それらの収録曲の中には原作者による歌唱が収録されることが多かった。さらに、そのリリース時期はレコードから CD への移行期に重なり、後に CD で発売される場合もあった。2003年のうさはなはサンリオ2005年の 桃蓋は 3X とのタイアップ作品である。そして2006年5月号から同年10月号まで、宝の玩ングチョロキューとのタイアップ作品、ハッピーフレンズチョロキューズヴタイヌを連載した。これらは、クマちゃんに始まるタイアップによるショート漫画路線であった。2008年10月号から2011年7月号まで、ゲームメーカーコナミとのタイアップ作品、夢色パティシエールが連載された。 また、その、夢色パティシエールのメディアミックスに関連して、2009年4月から6月まで、子供向け情報番組、おはスタにおいて、夢色パティシエールのコーナーが放送された。リーボンの商売的にあたる、小学館の茶を関連作品の情報を公開することが多かった、おはスタではあるが、修営者の少女漫画雑誌に連載された作品が登場するのは、これが、 初めての試みだった。なお、オハスタの本試連載作紹介コーナーについては、同年7月は、絶叫学級、8月からは、桃を入れ替わりで取り上げた。さらに、コーナー放送に合わせて、リボンのテレビ CM が、オハスタで放送されたことがある。その後、2011年にも7月には再び、絶叫学級が、2014年4月には、翼とホタルが、 それぞれ取り上げられている。ゲーム関係では、アーケードゲームのプリティリズムのコミカライズが2010年8月号から2012年6月号まで連載されたほか、テレビゲームのポッポロクロイス始まりの冒険のコミカライズ作品、ポッポロクロイスピノンの大冒険がリボンオリジナルに連載されたことがある。なお、いずれの作品もテレビアニメ版がテレビ東京系列で放送されたことがある。 芸能界とのタイアップとしては、ジャニーズ事務所と組んだ漫画作品、やあやあやあがやってくる。が2005年8月号から2006年5月号まで、連載された。また、漫画作品ではないが、2010年1月号から2011年7月号まで、AKB48 とのタイアップ企画が、連載されたほか、2012年5月号からは、ジャニーズ事務所所属グループセクシーゾーンを呼び、 AKB48 グループで福岡県福岡市を活動拠点とする女性アイドルグループ HKT48 とのそれぞれのタイアップコーナーを連載している。前述のようにディズニーが手掛けたミュージカルドラマハイスクールミュージカルの映画版が日本で封切られた際、その漫画版が本市2009年3月号に掲載された。なお、 仲良し以外の少女漫画雑誌がディズニーとのタイアップを行ったのは、これが初めてである。テレビゲーム機、携帯ゲーム機用のソフトについては、作品単体でリリースされたことはあった、例、赤ずきんちゃちゃ、アニマル横丁など、が、複数の作品が登場するものに関しては、2011年6月末の時点までリリースされたことがない。 リボン読者からオーディションによって選抜され、モデルとして紙面で活躍する女の子のこと。元の名称はリボンモデル。2001年から2009年まで選出されていた。主にカラーページの検証、クロックページ、ファッションページやリボンガールステージなどで活躍していた。また、毎年7月号での検証ページでは、グランプリ受賞者がサイパンロケを行う。 2008年度からはグアムロケになった。その年に選ばれるグランプリ及び準グランプリの人数は決まっていなかった。毎年10月号についてくる書類でオーディション募集を行い、選考が行われていた。進行順序は書類審査、二次選考、読者投票である。芸能事務所等に所属していない一般人から選抜される確率が高いが、 その後芸能事務所に所属し、ファッションモデルや女優として活動する者もいる。ありがとうございます。